に鬼人をも斬るおぼろ流の使い手とはいえ、生身で修羅界へ姫を追うなど無謀でございます。と言って思いとどまる喜助様ではございませんね。無事のお戻りを祈っております。Ha ha!
中島の合戦さながら敵軍は車がかりの陣形でこの八幡原へ攻め込み、我らも核翼の陣にて迎え撃つも状況は劣勢。加賀見ゆかりの氏がこの類大の兜のもと長谷三陣と冥府の背を越え向かっておるが、合流まではとても持たぬ。さりとて平は修羅の道、打って出るのは多勢に無勢。この窮地をいかに切り抜ければいいのか。敵方軍勢およそ1500、対する我が方は虎姫様のもとに集まった300余りの兵に過ぎる。戦の勝敗は数の多少ではない。将兵が一丸となり勇気を振るって戦えば、必ずや活路は開けようぞ。申し上げます。大将先頭に修羅勢がこの陣を目指す一気に攻め寄せでございます。あまりに殺気が渦巻いて波のものならおかしくなろう。御法の院とやらがいるのも修羅界では無理もねえ。キスケ、どうして来たのじゃ。誤ったことをしたな。俺が刀を取られたせいで姫さんが命を張ってるってのに、男が手をこまねいて見てるわけにゃいかねえ。何者だ。ここは人間が来られる場所ではないぞ。そもそもここの空気を吸い正気でいられるわけなどない。厚めの風呂にのぼせる程度には聞いちゃいるが、我慢してられるのは容器を操るおぼろ流のおかげだろうな。そうさっきだって熱くなりねえな。姫が戦に飲まれてこの戦場の虜になりゃ、それこそ向こうの思うツボだぜ。役が足りなきゃ幕も上がるめえ。修羅どもが川中島の合戦に習うなら、こっちも相場がわかるってもんだ。見せ場といえば大将同士の一騎打ち。切り込んでくるぜ。姫さんになり代わり見せ場の大役、俺が一番引き受けた。遠くは声を耳に聞け、近くは寄って目にも見よ。我こそは修羅の大将ちぐるい毘沙門なるぞ。いざ尋常に勝負。御太刀切りつけ七傷を負わせしめる毘沙門が立ち、とくとその身で味わうがよい。
しやな。我ら修羅の怒りと苦しみ知ったるか。今こそ汝に人たち恨み、巡る死悪道への手向けとなさん。あの野郎、俺に最後ってかましやがって。背中の傷じゃ逃げて切られたようでみっともねえや。こうしてると鳴神のあの夜みてえだな。どうだ、狂言なんかじゃねえだろ。いろいろあったんだ。もう何も言わんでよい。恨んでなどおらぬ。見てみな、敵さん大将首取られてほうけてやがるぜ。今の間にとっとと駆け抜けちまいな。キスケ、キスケ、しっかりいたせ。血が止まらぬ。誰ぞ助けられる者はおらぬか。誰ぞ。これはどういうこった。虎姫はどうなったんだ。その元気なら明神様の薬が効いたようです。本当に本腹なさってようございました。あのお姫様でしたら大層心配しておられたのですが、あなた様のことをくれぐれもと頼まれていかれました。すまねえ、ゆずるは。ゆっくり礼をしてえところだが、それを聞いちゃすぐにも行かなきゃならねえや。命が危うかったため、ひとまずこちらにお連れしました。狐のお宿といって、人間を化かすときなどに使う館です。ぼた餅など見つけても、決して手を出されませぬよう。お聞きください。古来より犬と狐は仲が悪うございました。室町の頃、ついに稲荷明神が犬神の力を奪い退けますが、恨み抱いた犬神はたたり神と返事、世に戦乱を招いたがため、東光村正様の手を借り魂魄を刀に封じたのでございます。ご推量の通り、それが鳴神に隠されていた刀、神魔両断と言わしめる九頭竜村正でございます。さような因縁でございますので、稲荷明神も心を痛めておいでです。我らも富士に参らねばなりません。